はい、どうもローストビーフです。今日は進撃の巨人のドロップ率が 1.5 倍ということで、中級の方を全開で回していきたいと思います。今のところクリア回数が11回なんですけど、まだドロップが1回だけなんで結構集まってないです。中級に関してはもうほとんど特別メンバーとかは雷で組めば、あとは回復とかも多分いらないと思うんで、もうほぼ攻撃重視でいけば問題ないと思います。この辺りも中級上級ぐらいまでは多分2色3色が少ないのかな。多分絶あたり風魔級以上になってくると急に2色3色が増えるんで、かなり難しいです。まあ、ただその代わり中級回るのは簡単ですね。単色しかほぼ出てこないんで、パメブもある程度積んでれば、むしろもうゼロでもいけるんじゃないですかね。うん、ちなみにこのデッキだと、トモエがパネブ2つ持ってるんで全部で4つですね。落ちないんですよ。なんかすんごい落ちるみたいなのを見たんですけど、なんか落ちないですね。なんかガン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 落ちるみたいな。こっちはもう全く落ちないです。落ちるか。落ちた。おお、珍しい。落ちない。
はい。ということで、結局中級は詰まりました。ドロップしたのが5枚で、20回確定クリアしたので、そっちの方でも、5枚あるんで、基本的にもう、フル覚醒2枚あれば、十分なんですよ。今んとこ3段デッキが、これで予想、樹化学が入ってんのは、これは4段用で、まあ、3段だと多分、まあ、ここのデュガークのとこに何入れても大丈夫だと思うんで、一応パネブとしてはこの中級の巨人が2個持ってるので4つで、ジャスクス、こいつもパネブ2枚持ってるんでフル覚醒で、で6つで、ハズキもう1覚醒してて、これもパネブ1なんで、全部でこの時点で7個なんで、多分もうむしろもうシャッフルもいらないんじゃないのかなっていうぐらいなんで、もうとりあえず2体で2体フル覚醒で終わりにします。残りはまあまだ終わってない鎧の巨人に回そうかなと思ってます。思ったよりも今回24回回して中級の場合24回回して5枚落ちたんで、やっぱりどうだろう、20、2割若干切るぐらい、1割強ぐらいですか。なんで、まあまあまあこんなもんかな。1.5 倍にしちゃ低いかもしれないですけど、まあまあこんなもんだと思ってます。とりあえず周回系はもうまたね、風魔級の周回見ててもしょうがないんで、とりあえず風魔級は裏で回して、あとは絶の方をクリアしたいと思います。とりあえずこれで終わります。と思ったんですけども、俺勘違いしてて、集会でもらえるやつっていうのが、あれキャラがもらえるわけじゃなかったんですね。中級のやつが集まったから覚醒しようと思ってプレボを見たらいなかったんですよ。あるのはエレンの覚醒用のアイテムだけで、キャラがドロップするのは初回のみ、プレボーでもらえるのは初回だけだったらしくて、勘違いしました。なんで中級まだ回します。いや、もっともらえるのかなと思ってたんですけど、あれ初回なんかちょっとケチになりましたね。なんでとりあえずこの中級のやつ4覚醒だけします。これでパネブ2枚で、最後の1枚は窓杯用なんで、しかも3台4段なんで、そんなにダメージも食らってか、ほぼ食らわないと思うんで、これはいらないです。なんで、これで一つ、4角3。で、今、プレボに1枚あるんで、あと4枚必要なんで、4枚落ちるよう、中級もあります。なんで、風魔級の鎧の巨人も集めるの、相当めんどくさくなってきたんで、まあ、とりあえず回していきます。普通5回10回くれるでしょう。なんでくれないのか
逆に聞きたいです。出しはいい。急に落ちるの。よしよしよし、集まった集まった。はい、ということで中級集まりました。なんでプレボから出します。これですね。なんか噂だとワンクリクリスタルで5個の枠が開くっていうやつをやるらしいんですけど、なんかまだやってないですね。今225なんで結構きついんですね。ギリギリなんで、もしもワンクリで5個拡張っていうのが出たら多分100個ぐらい、まあ、クリスタル20個使って100個枠ぐらいは広げたいなと思ってますね。すぐいっぱいになっちゃうんですね。特に素材、なんだかんだで素材やっぱ取っときたいのと、素材回す魔力が最近イベントが多いんでなかなかないんで、メイトで回すとすぐ溜まっちゃうんで、でこの中級正式名称は何でしたっけ。で4個解放されました。で今3段なんで、まあほぼ3段と4段とほぼデッキが同じらしいとかなんで、もうメンバー今までブラムド使ってたんですよ。これも敵に関わらず数に関わらずダメージっていうやつだったんですけども、これ覚醒が結構使い物になるとかほぼ使い物にならないやつだったんで、今回のやつはかなり美味しいです。なんでメンバーとしてはこうかな。で3段の時は、もしかしたらここにヘルムート、これが一応シャッフル、唯一持ってるシャッフル、まあ、ただ4ターンなんですけども、ね、なんでこいつを入れて多分3段はパネル7個でシャッフル、まあ、ほぼ火力的にも問題は、あ、これどこかな、ここに
これもしかしたらブラムドかもしれないですね。最後のやつが、この辺も魔導派になったらまた詳しくやっていきます。なんでとりあえず中級集まりました。で魔力の方がまだ残ってて、で時間もまだ30分ぐらい 1.5 倍なので、ここはもう風魔回しちゃいます。ということで今回 1.5 倍に中級編でした。ご視聴ありがとうございました。